はい、カバー15、カッパ炎上です。今度はね、安倍氏の辞任は世界の損失だということで海外で話題になっているそうで、まあ複数のアメリカの大手メディアが安倍総理辞任の悪影響を懸念している、そんな話が出てきたんですよね。2012年の総理就任以来、80を超える国と地域を訪問するなど外交に非常に力を入れていた安倍総理、特にアメリカのトランプ大統領とは早くから蜜月関係を築き、日本とアメリカの同盟関係をさらに強化させました。しかし先月、安倍総理辞任を発表、それを受け CNN は先日、安倍首相が辞任を決断したことによりアジア太平洋地域の安定、そして日米同盟が脅かされるという内容の記事を投稿しました。で、記事では安倍首相は地域の安定の源であったとして、日米同盟の安保と改善のために揺るぎない姿勢を貫いたと評価。安倍首相が復帰する数年前、鳩山首相が率いる民主党政権下で日本は中国と緊密な関係を築こうとしたことを忘れてはならないとした上で次の首相も安倍総理と同じくらい日米の同盟関係に献身的であることを期待するしかないとしていますと。でまた、ウォール・ストリート・ジャーナルも同様の記事を掲載。日本の世界的な知名度を高めた。安倍総理が辞任することで過去最高にあった日米関係が台無しになる可能性を指摘し、中国の拡張主義に対抗する取り組みなどに影響を与えるとしています。上記のようにいずれの記事も安倍総理辞任後の日米関係やアジア太平洋地域の不安定化を懸念していますと。だからまあコメントはね、ほとんどがアメリカの人になるのかな。ちょっと見ていきましょうかね。最初、記事に強く同意する。いや、つまりすでに辞任会見後に国際市場で影響が出始めてるから、後任者もアベノミクスを引き継ぐことになるんだろうか。次の人、何を言ってるんだ。アメリカと日本は今後も協力して中国に立ち向かうさ。で次の人は、自民党は今でも政権与党だ。安倍氏の辞任後も外交政策は変わらないと思うがね。でこういう記事見ると日本のためにいい仕事してたんだね。で次、バイデンさんがもし大統領に勝ったらおそらく中国とイランはハッピーだろうね。で次、次の首相はトランプ大統領のように中国に対して強硬なはず。その意味では安倍氏は物足りなかった。まあ安倍さんはね、とある半島のあの国の人たちは極右だなんだって言いますけどね、安倍首相は穏健ですから、強硬路線じゃないんだからね。まあ菅官房長官はね、どうでしょうね。楽しみですよね。で、米日は秘密を共有するぐらい親密な関係だから大丈夫で、トランプさんにとって安倍さんの辞任は痛手だろうな。で次の人、トランプさんと安倍さんの絆は強いし、2人にしかわからないような関係性もあったからね。きっと安倍さんが辞任を正式に発表する前からトランプさんはそのことを知ってたんじゃないかな。で次の人、CNN はちょっとうがった見方しすぎじゃないか。まあ CNN ですからねで次の選挙もトランプさんに勝ってほしい。その時こそ彼が本当に何ができるのか分かると思うから。で次、それでも安倍首相には休みが必要だよ。今は重責から離れるべきなんだよ。で次の人、心配する必要は全くない。日本は常に国際秩序に基づいたルールを守ってきた国だから、世界的なパンデミックの陰に隠れて民主主義国家を食い物にしようとしている全体主義の政権を許すわけにはいかない。で次、俺は日本人が本当に大好きだ。彼らはどう国を導けばいいのかよく理解しているから。で次、そもそも今の世界に安定なんてすでにないけどね。新型ウイルスのせいで世界は一変しちゃったんだ。で次の人が、改めて安倍さんは戦後日本で最高の首相だったな。で次の人、バイデン勝利なら中国がこの国を乗っ取ることになる。でそれに対しトランプが勝ったらロシア語の勉強でもしとけよ。で次、実際バイデン氏になったら日米の絆は壊れると思うわ。で次の人、アメリカが干渉しなきゃあの地域は大丈夫だよ。で次の人、トランプがホワイトハウスから出て代わりにバイデンが大統領の椅子に座るべきだ。でアメリカ人はプロパガンダにはまったらダメだぞ。バイデンになってうまくいくはずがない。トランプこそ敵性勢力からこの国を守っていくんだ。で次の人、最長の政権を樹立した安倍首相はナショナリストへのシンパシーから2013年論争を呼ぶ神社に足を運んだ。そのことが中国や韓国を傷つけたが、それでも彼がアジア地域を安定させていたのも事実だ。安倍首相は世界秩序を守ろうとする、規則主義者であり、多国間主義者でもあったからね。それが靖国参拝がなぜ中国、韓国が傷つくことになるのか、意味が分かんないですけどね。で、大丈夫だって次の首相も安倍さんの路線引き継ぐって、で次がカンボジアの人か、大統領選はバイデン氏が優勢のようだけど、中国にとってはアメリカを支配するチャンスだろうな、なんかこうひっくり返りそうになっていますけどね、確かね。で、この記事は間違っている。トランプ大統領は新しい首相を歓迎するさ。日本は安定した信頼できる同盟国だから。でそれに対してトランプ下の米国は信頼できる同盟国じゃないかな。で次、台湾の人。もしバイデンさんが勝利したらオバマ式の外交に戻る。独裁者に対する、融和政策が始まるんだ。そしてそれは日本にとって脅威に他ならない。でそれに対して中国には外国を侵略した歴史がないけど、それに対してマジか知らなかった、チベットの人たちもそう言ってるんだよな。で次の人はとりあえずまだ後任は決まっていないわけだから、今は日本の政治の行方を見守るしかないよ。で次の人が率直言った安倍さんの辞任は世界にとって大きな損失だと思う、特にアジアの国々にとっては。で次の人、トランプさんは安倍さんのこと大好きだったし、ある程度の影響は出てくるだろうと思うわ。で次が安倍首相の辞任後の日本との関係を心配する必要はないと思う、次の日本の首相もきっと全ての面でうまくやっていくさと。まあこんな感じで、まあ、ちょっとキリがないんでこの辺にしときましょうかね。まあ、基本的には次に誰が日本の首相になったとしても日米の現在の関係性は継続されていくだろう。まあこのコメントの人たちもね、そういう意見でしたよね。うんでウォール・ストリート・ジャーナルは30日付の社説で、日本を正常な国にしようと改革に取り組んだ安倍総理の辞任を日本の損失と断じているんですね。これ日本のマスコミとか日本のね、パヨク界隈とかあの界隈の人たちは聞いたらなんかそっとしそうな話ですけどもね。うんまあ日米関係は良好で変わらないんじゃないですかね、基本的には、ね、安倍首相のことを評価してくれてありがたい話ですけどもね、うん、個人的にも辞任はちょっとショッキングだし残念だったんですけども、うん、まあこの手の話は日本のメディアでは絶対に報道されませんからね、だから安倍さんの本当の姿をね、まあ、アメリカのメディアがある種代わりに報道してくれた格好になっちゃいましたけども、さあ菅さんに頼みますよっていうところですよね。まあ対そうだな、とある半島のあの国に関しては特に心配することはなさそうなんですけども、対中国に関してはちょっと不安ですよね。うん、なんせ二階さんとの距離感なんかも含めてですよ、うん、まあそうじゃないことを願いますけども、うん、まあ日本のマスコミ連中はこの安倍側ばっかりだったんで、こういうの知らない日本国民も結構いると思うんですよね。うんまあだからトランプ大統領がねレーシスト批判レッテル貼られている、批判バッシングされている真っ最中でしたっけ、就任前なのに会いに行きましたよね。だからレーシスト仲間と批判されることを恐れた、欧州はじめ世界各国の誰よりも先に行ったんですよね。だからそこからですかね、外交力、ね、安倍首相の、ね、外交力が惹かれ始めた瞬間だったんじゃないですかね。うんだから、ねまあ、菅官房長官が、ね、菅総理になっても、まあ、基本安倍路線だからまあ、これに関しては対アメリカに関しては基本的に何の変化もないと思いますけどね。うんまあだからあと中国に対してと半島に対してですかね、うん、ここはまあ課題がありますよね。うん、だからまあ引き継ぐ、ね菅官房長官が、ね、菅政権ですか、うんでその後ですよね、うん、しっかり引き継いでもらって、ねまあ、菅総理ならではの仕事をやっていただいて、でその後やっぱ第3次安倍政権っていうのを期待しちゃうんですけどもね、うんまあ、まあとりあえずはね今はもう体良くなることをね、願うばかりなんですけども。でもどうなんでしょう、まあ、実際、外交はね頑張っていたと思いますよね。うんまあ、中にはやっぱりほら相手のいいねで何でも買ってただけだから気を良くしていただけじゃん、そういうのは蜜月とも盟友とも何とも言わんみたいなこと言う人いますけどね。うんまあ過去の総理はね国際舞台で本当存在感なかったわけじゃないですかね。だって中国の人が言ってましたよね、中国のメディアがね安倍首相の前の3人は何の意味があったのか意味が分かんねえみたいなこと言ってたじゃないですか。うんそれぐらいだったんでそっからマイナススタートなんだったんですね。うんまあとりあえず菅総理なら大丈夫じゃないですかね。うん石破さんはちょっとありえないことになっちゃいますんでまあもうないですけども。うんまあとりあえずね、チャイナニューズネットワークだし、ウキウキで書いていたのはなんとなく想像つきますけどもね、まあ次期、ね、菅政権はほぼ確定なんで、対外路線はそんなに変わらないでしょう。引き続き支那包囲網形成の方向に動くし、ついでにね、とある半島のあの国への対応も甘くはならない、厳しく引き締めることはありますけどもね、うん、まあとにかく安倍総理お疲れ様でした。外交に関しては歴代最高、これは間違いないと思います。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。